テレビ学園チャンネル、こんにちは。はい、それでは今日も整備学園チャンネル元気にやっていきましょうということで、今日はね、いつも映っている桜の人がいらっしゃらないということで、急遽私音楽講師の宇田めぐがやってまいりました。いらっしゃいませということで、今日はラブミュージック東京大会に出場する生徒さんにインタビューをしていきたいと思いますそれでは自己紹介の方お願いします。はい、整備学園立山校2年の長尾崎です。あれ、グループ名というか、アーティスト名は、アーティスト名はこの辺にいる JK、はい、と申します。 JK さんです、よろしくお願いしますそれではインタビューしていきます。イエイ。整備学園グループ出願受付中です。ウェブからもできますのでチェックしてください。はい、それではまず東京大会進出おめでとうございます。はい、さきちゃんは何の部門で出演、はい、カラオケ部門で、カラオケ部門で、はい、で一人で歌ったんですよね。はい、何歌ったんだっけ。命の名前を、千と千尋の曲です。すごいしっとりした感じでね普段はね、私がボーカルをね教えておりますので、私も嬉しかったです本当に。はい、さきちゃんはこう音楽っていうのはいつから興味を持ってとか、いつからなんかやってるんですか。母がもともと歌好きで、で小さい頃からなんかよく、なんていうの、お母さんの仕事付き合いとかで、母子家庭だったから、そこでよく会社の人と一緒にスナックのすごい回ってたんですよスナックのカラオケでね、スナックのカラオケ。お母さんたちはお仕事の話をしてて、私はずっと一人でずっと歌ってる感じだったんですよ。そこからもうずっと歌ってきて、初めて 3DS を買ってもらった時に、誕生日に、その時にニコニコ入れたんですよ。ニコニコ？ニコニコ TV っていう、あの歌がいっぱい YouTube みたいな感じのアプリがあって、知ってる？ニコニコっていうのがあってニコニコ TV、 ニコニコ TV があって、それであの黒猫さんの、あのシャルルを一発目に聞いたんですよ。あー、シャルル人気だよね、みんな歌うわ。それを聞いて、歌い手ならっていうのを、その時にも思いました。なるほど、その時にもう歌い手になりたいって思ったんだね。それはさ、ちなみにあの学校説明会の時に私一緒にさっきのね会ってたんだけど、それより後、前。あ、なるほど。で、そこがあってからの整備学園っていうのを見つけて、あ、音楽やってる、あるんだみたいな。そうです、そうです、そうです。音楽に力を込めているっていうのがあって、ここがいいっていうので入りました。さっきは私があのこう説明会でね会った時も、あ、この子は多分入るなっていうもう速攻だった。もう歌ってる時点でね、もう楽しそうだったし、声も本当に素晴らしかったからなんか入ってほしいなっていう気持ちもあったし、ね、印象すごい覚えてますよ、その時も。じゃあ今回そのラブミュージック東京大会に出ようと思ったきっかけは何でしょう。やっぱりその歌のイベントっていうのは、これからもっていうのもあるし、今までもっていうのもあるし、やっぱり一回は出とくべきだなっていうのがあって、その自分の歌への夢の人生経験かなっていうのがあって、大事です。もう本当にそういうきっかけがあるっていうことが素晴らしいことだから、もう場数を踏むっていう意味で、あるイベントは全て出ていただいた方がいいと思います、はい、今後もね、今2年生だもんね、まだ1年ありますので、ぜひ今後もね、全部出ていただきたいなと思いますけれども、その東京大会出て選ばれた時どうだった？びっくりした？いや、もうなんかびっくりこして、ちょっと放心状態だったっていうか。そうなの？へー、みたいな。名前呼ばれた時ね、人違いじゃないっていうのが。人違いではないことなんだよ。まあそこら辺いる JK、まあいっぱい JK はね、その現場ではいましたけど、でもやっぱり自分がその東京大会に出れると思ってなかったから、まず、あ、そう、はい、自信はどうだったの？自信はあったんですよ。あったんですけど、やっぱりあともう少しだったなっていうところぐらいかなって思っちゃってて。なるほどね。だからすごい帰ってからめっちゃ喜んでました。いや、私もとっても嬉しかったです。
その本番ね、遠くから見てたけど、やっぱりこう会場の雰囲気がこう いろんなねバンドがある中で一人でカラオケ でしっとり歌うっていうので、こう会場の雰囲気がすごいガラッと変わったなっていうのが感じたから、これはいけんじゃないかっていうのはあったからすごい嬉しかった私も。そう、ライブハウスで歌うのって今回初めてポールとかはあったもんね今まで。そうですね、ポールはありました。あったけどライブハウス行くのはどう、見に行ったこともないないです。どうだったライブハウスの雰囲気。やっぱり歌う側はお客さんの方は見えないから、うん、確かにね、照明がバーンって当たってるからね。 どんな顔をして聴いてるのかとか、みんな聴いてくれてるかなとかちょっと分からなくて、うんうん、逆に緊張しましたね。ああ、なるほどね。そうなんだ、見えない方が緊張しないって言うけどね、うん、みんなホールだともうなんか一人一人明るいからすごい見えるでしょ、うん、逆にじゃあみんなの顔が見えないっていうのがちゃんと聞いてくれてるのかなっていう不安があった。そうです。あと他のバンドとかはどうだった、初めてこう他の校舎の、うんうん、バンド演奏とかも同じカラオケで出てる子たちもいたけど、すごいかっこよかった。印象的な、めっちゃかっこよかった。かっこよかった。なんかあの誰だったっけ、あのその歌で途中、うん、曲の音楽が止まってもうマイクなしで歌う人いたじゃないですか、歌ってた方が。あ、はいはい、アカペラでね。あ、そうですね。はい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 、あの人ちょっと鳥肌立ちましたね。ちょっとうまいし、やっぱり自分の声ってマイク通しちゃうと聞こえないから、うん、あの場所だと、うん、やっぱり音程が合ってるのかとかよく分かんなくて、だからすごいなって思います。確かにすごかったですね。勉強にもなるからね、うん、他の演奏とか見るとね。最後にですね、東京大会に向けてさっきもね、さっきまで東京大会の曲をね、はい、そうレッスンしてたので意気込みを、意気込み今回力入れてますもんね。そうですね、うん、あのやっぱり今回東京大会で歌うのが、うん、やっぱりオリジナル曲を歌うんで、ちょっといいの言っちゃっていいのね。はい、いいです、言っちゃいます。じゃあはい、オリジナル曲で今回のためにね、出場しますので、はい、はい、今回のために作ってね、自分の曲、はい、初めてだもんね。はい、初めてです。オリジナル曲は、うん、楽しみですから、うん、気持ちを込めて歌いたいなと、うん、はい、思っております。本番楽しみにしておりますので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい。それでは1月14日に開催されるラブミュージック東京大会に出場するそこら辺にいる JK さきちゃんでございました。ありがとうございました。実は YouTube 出るの初めてらしいんですけど。初めてだから緊張してたんだね、はい、私なんか出たことあると思ってたけど。いやいやいや、どうだった。ちょっと顔出しって恥ずかしいです。顔出しちょっと恥ずかしいです。いや大丈夫ですよ。だってもうステージにも立ってるわけですね。ね、あの見ていただいてる皆さんにも、あの見に来てね、東京大会見に来てねっていうアピールにもなりますから、ぜひ最後メッセージ言ってなよ。せっかく初めてなんだいいんですかね、うん、もうはい全然、はい、あオリジナル曲歌うんだから全然見に来て。はい、オリジナル曲歌うんで絶対来てください。はい、皆さん東京大会でお待ちしてますので。お待ちしてます。それではこの動画がいいなと思った方はまずはグッドボタン、そしてチャンネル登録、あとはベルマークをポチッと。ポチッとベルマークをポチッと。天使の声が聞こえた。そして